フルーツ牛乳とコーヒー牛乳の減りが早いな。もう少ししたら補充しておかないと。いやー、子猫ちゃん、年明けから精が出るね。カオル先輩、マヤ先輩も。こんにちは、ロックさん。お疲れ様です。ありがとうございます。新年早々うちに来ていただけるなんて、なんだか嬉しいです。さっきマヤとメッセージでロッカちゃんたちからもらった素敵なお守りの話をしていたんだ。それでその流れで朝日湯でお湯をいただこうという話になったんです。最近受験勉強ばかりしていたので、たまには息抜きもいいかと思いまして。そういうことでしたら、ぜひゆっくり温まっていってください。ちょうど今お正月のサービスをいろいろやっているんです。お湯がゆず湯だったり、お客さんにお吸い物を配ったり。なるほど、いいですね。それでは早速と言いたいところですが、その前に改めてお守り本当にありがとうございました。お守りにおめでたいパワーを集めるために、ロッカちゃんたちが経験した冒険の数々、実に儚く劇的だった。おかげでとてもいい刺激をもらえたよ。お役に立てたなら嬉しいです。それに私はお守りをもらってから調子が良くてね、いつもより朝の目覚めがすっきりしているんだ。連日思いがけず極上の料理に巡り会えたし、これもおめでたいパワーのおかげなのだろうね。え、おめでたいパワーの効果があったんですか？あの、マヤ先輩は。そうですね、自分もいいことが増えたような、そうでもないような。でもお守りを見ると励まされることだけは確かです。皆さんの思いがこもっているのを知っていますから。マヤ先輩強く気持ちを込めたのならば、結果はおのずと引き寄せられるというものさ。さて、それではそろそろ行こうかな。先ほど説明を受けてからゆず湯が楽しみで仕方なくてね。あ、そうだ、カオル先輩、マヤ先輩、ちょっと待ってください。これもお正月サービスの一環なんですけど、くじ引きを用意してるんです。おや、そんなこともやっているのか。これもまた気持ちが華やぐサービスで素敵だね。ありがとうございます。景品がお風呂グッズなので、せっかくですし、先に引いてからお風呂へどうぞ。この箱から1枚くじを引けばいいんですか？1等が大吉、2等が中吉。おみくじになぞらえているんですね。そうなんです。そこもお正月らしさというか。ちなみに大吉はお花がツルツルになるボディーソープです。でも大吉は3枚しか入ってないんです。これだけの量のくじから3枚となるとなかなかですね。では私から引いてみよう。おや、どうやら幸運の女神が微笑んでくれたようだね。大吉ですか？カオル先輩が初めてです。おめでとうございます。カオルさん、すごいですこれもおめでたいパワーのおかげさ。さあ、マヤも引いてごらん。きっと大吉が出るはずさ。マヤもおめでたいパワーが込められたお守りに祝福されているからね。カオルさんが持ってるだけだと思いますが、とりあえず自分も引いてみます。はい、どうぞ。これにします。え、すごいです、本当に大吉が出ました。2回連続大吉ですか？3枚しか入ってないのに。とにかくおめでとうございます、マヤ先輩。ありがとうございます。いやー、こんな偶然あるものなんですね。ですね、びっくりしました。ロッカちゃんはもう引いたのかい？私ですか？
お手伝いのおだちんに一回引いてもいいって言われてたんですけど、まだ。じゃあ今引いてみるといい。きっと素敵な結果が出るはずだよ。ロッカちゃんたちはお守りにおめでたいパワーを込めるため、縁起がいいとされていることをたくさんやったのだし、きっとロッカちゃん自身にもおめでたいパワーが溜まっているはずさ。そうですかね。じゃあせっかくですし今引いてみますね。これは大吉じゃないですか。開かない。こんなこともあるんですね。あ、そうだ、景品。こちらが景品のボディーソープです。ありがとうございます。使うのが楽しみです。それでは今度こそお風呂へ行こうじゃないか。いろいろありがとう、ロッカちゃん。はい、ごゆっくりどうぞ。おめでたいパワー、本当にあるんやろうか。気持ちよく晴れてよかった。おかげで寒さも少し和らいで。あれ、あそこにいるのはマリナさん。新年明けましておめでとうございます。ロッカちゃん、明けましておめでとう。今年もよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。今日はどこかにお出かけかな。はい、ギャラクシーの仕事始めに。マリアさんたちもお仕事ですか？うん、私たちもちょうどギャラクシーに向かうところなんだ。ヨシコに新年の挨拶をしたいのと仕事の話があってね。でしたら今日うちのオーナーもいらっしゃるみたいなのでちょうどいいと思います。さっきマスキさんから連絡があったんですけど、オーナーがお年玉代わりに野菜をたくさん用意してくれたみたいで。ああ。ギャラクシーのオーナーさんは八百屋さんもやってるもんね。それにしてもお年玉か。お正月っぽいな。ロッカちゃんはバイト掛け持ちしてて忙しそうだけど、何かお正月らしいことはできた？はい、元日からバッチリと。実は大先輩たちと初詣でばったり会ったんです。その時に縁起が良さそうなことをたくさんやったんですよ。あ、お守りの話かな。受験生の子たちのために頑張ったって聞いたけど。それです。福男福女を決める競争に出たり、獅子舞行列を見たり、あとは白い鳩を眺めたり。白い鳩？はい、鳩は平和の象徴だし、きっとおめでたいからと。そっか、とにかくいろんなことができたみたいだね。そうですね、忙しかったけど楽しかったです。先輩たちのおかげで本当に賑やかなお正月でした。それならよかった。一年の計は元旦にありなんて言うし、賑やかで楽しい一年になるといいね。はい。あれ、すみません、マスキさんからメッセージが。親父が振り切って野菜を用意しすぎたから、これからラスのみんなにも配りに行くぞ、早く来いよ。これから配りに行くって。早速賑やかだね。賑やかなのはいいんですけど、慌ただしいのは困ります。